寝過ごしました。9時24分。いやー全然起きれないよね。まあしょうがないね。でちなみにですね、今充電始めたばっかりなんですけど、昨日 99% で寝て、確か4時、じゃあ3時に寝て、今9時半、約6時間車中泊をして 30% ぐらい使いましたね。結構あんまりバッテリーは使わないのかな。でこれ夜だったからバッテリー消費がこれぐらいで良かったんですよ。昼間すごい暑い時にエアコン効かして寝るとこのバッテリーの消費量は倍ぐらいになります。で冬はもっとすごい、6時間で 60% ぐらい減りますんで、ご注意ください。ここの道の駅はそこに充電器があるんで、万が一の時でもまあ安心ですね。これ Amazon で買ったポータブル冷蔵庫なんですけど、結構いいっすよ。24時間ぐらいずっと稼働しっぱなしで、これ映ってっかな、中氷ができてますね。映ってっかな、わかんないかな、こっちの方がわかるかな、わかんないな。割といい、おすすめ。でこの道の駅はこんな感じで、すごい綺麗っしょ。結構天気もいいし素晴らしい。クルラヘダ、ん、足湯、これ何、これサメっちゃう。これ足湯ね。売店はまだやってないけど結構いいですよ。綺麗だな、めっちゃ綺麗だな。温泉だ、500円、安い、天然温泉。そうですね、サーターアンダギーもらいます。はい、ありがとうございます。こちら商品でちょっといただきまして108円になります。あ、まだ8円なんですね。そうなんです。あ、うちはお持ち帰りだから。あ、そうなんだそうか、そうですね、そうなんです。はい、今日はヘダにはい、ヘダに、あ、旅行です。あ、旅行です。はい、ありがとうございます。あ、いなり寿司も。そう、いなり寿司もらいます。あ、ありがとうございます。2つでよろしいですか。はい。じゃあ、あのポータブル冷蔵庫がめっちゃ気になるんですけど、どうですか、出来は。あ、いいですよ。いいですか。冷凍もできるしね。冷凍、冷蔵両方できますよ。はい、こちら、ありがとうございます。車12ボルト、はい、どっちでも。俺、同じか分かんないですけど、ちっちゃいやつ、あの半分ぐらいのやつを使ってるんですよ。割合良くて、でかいの買おうかなと思って、あれ、あら、これが一番大きいんじゃないですかね、私が見る限りは。4万円ぐらい。あんだけでかければ相当できますよね。何でもできるな。うん、あの、ね、結構入りますよ。はい、入るし、ちゃんと冷凍もキープされて、ね、車と両方で使えるから便利。便利ですよね。うん、です、本当。ピアコジェンの消費で270円。じゃあ300円で。はい。はい。すいません。よかった。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。
うまい。うんうんうん、あ、うまい、うまい、うまいけどめっちゃ喉乾く。すげえな、めっちゃいい景色だな。癒されるー。